こんにちは、速稼塾の久保です。そうね、不良おじさんはモテない。まあ不良という言い方も昔ありましたけども、あれはやっぱりね、当事者としては硬派を気取ってるんでしょうね。群れないし、義理人情を大切にするし、ずるいことをしないで、人のせいにしないで、逃げないね、やばいことからで、ピンチだからこそ大きく出ると。怖ければ怖いほど見栄を張るというね、まあ、見栄を張るとか意地を張るみたいなテーマをね、ちょっと前にお話ししましたけども、やっぱそこにあるんだと思うんですよ。やばいことが起きたりとかね、それとか、まあ、例えば世間、当時だったら学校とか、それから世の中、ある意味女性に、まあ、攻め入られた時に、まあ、逃げないね、とぼけないし、そういった全身で自分の人生を受け止めるところに、まあ、硬派ってものがあるんじゃないかなと思うんですよ。で、硬派を気取るがゆえに自分の正義をね、探し求めて、で、ちょっと恥ずかしがり屋なんですよね。恥ずかしいんで、ちょっと突っ張ってみせるみたいなところはあるんじゃないかなと思うんですよ。まあ腹の中でね、ごめんなとかね、ありがとうなとかっていう気持ちはやっぱり義理人情に熱い、まあ硬派なやつらは持ってるんじゃないかなと思うんですよね。ただそれをね、ちょっと履き違えて、魂ではなくて見た目だけを真似してしまうと、その威張ったところとかを、なんかね、まあ年を取って真似するところがあって、それがいわゆるちょっと面倒くさい人になるのかなと思うんですよ。ただやっぱりね、修羅場をくぐっているやつらは、社会に出てからいざという時以外は穏やかだと思うんですよ。普段は本当にね、よくね、こんにゃくって言われるんですけども、いわゆるね、突っ張ってるやつらって社会に出るとこんにゃくなんですよ。こんにゃくって裏と表が分かんないでしょ。だから普段はつるんとしてるんだけども、でもどっちが本当かわからないんだけども、やばい時にものすごく力を出してくれるとかね、意外な一面を出してくれると。だからみだりに威張ったり虚勢を張ったりはしないでしょうね。で、過去をことさらにひきらかしたりはしないです。なぜなら自分の過去がとてつもなく恥ずかしいことで多くの人に迷惑をかけていたってことを知ってるからなんですよ。だからやっぱり昔のことをね、語らず、人の過去を聞かず、聞くは菩薩法、語るは無用っていう言葉もあるんですよ。まあ、ですんで、まあそういうふうなね、経験をしてきたやつらには、こう同じような共通概念があって、もう一回言いますけども、人の過去は、聞くは菩薩法、語るは無用ってやつですよね。聞いたことないですかね。な感じなんで、あまりね、俺昔ねなんて言わないんですよ。俺昔ねとかね、俺昔はやんちゃしてたからなっていうやつらはしてないんですよ。いや本当にね。まあそんな感じで硬派ってのはとかく自分のことを語りたがらないし、で、人の心ってのは語らずとも察してくれて、なんか妙にあったかいっていうかね、そんな上に強くて下に弱いっていう、そういう魂を持っている人たちなんじゃないかなと思うんですよ。それはもう取りも直さず、いわゆる戦いっていうのをね、10代で終わらしてきたからなのかなと思うんですよ。で、社会に出ていろんな問題があります。でもやっぱりね、心の中で燃えている自分が、若い頃にね、まあいわゆる威張ってきたところとかね、突っ張ってきたところが、強い魂になってるんじゃないかなと思うんですよね。だからみだりにこんにゃくのようにね、見せない、まあ、そんな大人になるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、私の周りにはね、まあ、そういうのはいなかったというか、もともとその孤独なんですよね。前から、昔からね。だから群れないわけなんですよ。で、一部群れる人たちもいるんだけども、でも私は群れない方だったんで、基本的には中学高校と一人でしたね。一人でいて思い出がだからないと。卒業式に別れを惜しむ仲間もいないし、でもね、やっぱ40過ぎて私はね、同窓会に呼ばれるようになったんですよ。いや、これ嬉しかったですね。で、同窓会に行ってみると、いろんなことをね、私のことを覚えてくれるんですよね。でもこちらからは呼べる名前が一人もいないっていうね。だから、その時にまたね、悪かったなと、自分勝手だったなと思いますね。で、まあその同窓会に行って私思ったんですけども、まあ、案外ね、俺モテてたなと。当時なんでそれに気づかなかったんだろうみたいなね。それはやっぱり心にね、一人と決めていたからなんですよね。だからやっぱりね、ここもね、義理人情と言いますかね、やっぱ男は
グレた男はね、やっぱりね、浮気をしないんですよね。で、女に対しては特に責任を取るんですよ。どんなにやばい状況にあっても身を張って女を守りきると、女からは逃げないっていうね、まあ、それが、まあ、私が考えていた頃の、まあ、なんて言いますかね、まあ、突っ張り精神と言いますかね、ろくでなし魂だったかなと思いますね。懐かしいですね、なんか思えばもうちょっと人と仲良くしておけばよかったなと思います。何の思い出もないんですよ。で、よくね、暴走族漫画でこう日本の国旗の周りにこうやって卒業式に書き初めっていうかね、みんなで名前書いてまた会おうぜみたいなのあるじゃないですか。ああいうのは漫画の中だけだなと思います。私はなかったですからね。一人でまあぐれて、一人でトラブって、で一人で帰ってくるというね、癒しもへったくれもあったもんじゃないかなというところでございました。で、ちょっと気になってると思いますけども、これね、あの本当に懐かしいんですけども、私身長があるんでね、あの高校の時177センチだったんですよ。中学3年で171センチ、まあですので、ちょっとこう学ラン長いんですよね。で、こういうのを取っておくこの気持ち悪さね、だから私は全然グレていないというね単なるね、バカ野郎ということでございます。それではね、ガチンコ男塾でまたこの辺は語っていこうと思います。いや、なんか懐かしいね。懐かしいけど特に語れるような事件は私にはありません。ただコスプレのようにグレていただけというね、一番やっちゃいけないパターンでございました。当然モテなかったね、モテなかった全然当時は。いや、モテてたことに気づかなかった、本当に恥ずかしくって。でも同窓会行ってみると、あ、結構そういう風に思ってくれてたんだみたいなのがあってね、ちょっと照れくさかったり、でも今は奥さんいるんでさよならダメですみたいな感じでね、やっぱり硬派貫き通すってよかったなと思ってございます。まあ無理をして硬派をやっていたけども、もうちょっと柔らかくね、あのやっときゃよかったかなと思いますよね。だからね、青春の思い出ないんですよね。暗かったな。麻雀やったぐらいかな、思い出といえば。はい、じゃあ行ってらっしゃい。